はい、はい、それではもうね、酪農一筋で人生を駆け抜けてきた富田さんがですね、はい、まあ、16年前から無農薬無化学肥料のね牧草で酪農をやられて、まあ、いいものを作ろうと思ってもう頑張られてこられたと思うんですが、そこでそのアート10農法というねものを知るのはどういういきさつで知る？偶然なんて言われたの。偶然偶然偶然誰かから聞いたんですか？未知との遭遇みたいな。あ、いいですね。誰から聞いたんですか？誰が誰っていうことで、まあ、友達、まあ、知り合い、自然的にこう運命的運命的運命的ですか？いいですね。そう説明した方がいいと思うんですよ。なるほど、はい、そういう感じなんでかというと、自分もね、結局孤独なんですよ。あ、孤独なんですか？さて、みんなはダメっていうのを自分はそうじゃないって言っても、うん、例えばこうやって数字的に言って科学的に言ってもね、うん、自分としては孤独じゃないですか、うん、例えば、うん、そうやっていいものを作ろうと思ってもね、うんうん、じゃあいいものを作るったって、じゃあどうやってそれを評価してもらえるの、うん、そうね、っていうものがあるじゃないですか、うんうん、で私よくね、こう空をこう見た時にさ、空の果てにはまた果てがあるよな、うん、その果てにもまた果てがあるよな、うん、分かんないじゃないですか。そうですね。でもこの間もね、ロシアに隕石落ちたら、地盤がどうのこうのとかっていう、うん、その自分たちの説明できないことっていっぱいありますよね。本当ですね、うん、それと土のことを勉強していくと、それとそれを北と南のその、うん、まあ、イオンっていうか、うんうん、そういうところにまで行き着くわけですよね。そうですね、うんうん、そうすると自分は先ほど言ったみたいに孤独だ、うん、やっぱり自分はいいと思っても、うん、そういうのはどういうとこかでやっぱり、ああそうだよねとか、うん、共通するようなことのことをやっぱり求めてる自分もいるわけですよ。もちろんですね、理解してもらいたいですね。だから偶然って言ったらのが私正しいかなと思う、うん、自分もあそうやってやっぱりいいものを作るとか、うん、こうやったら、ね、うん、みんなに喜ばれる、健康にいいとか安心安全とかっていう言葉があるでしょ、うん、そういうのをやっぱり自分も求めている、うん、それいう、 こう共通性の方って言ったら失礼なのかもしれないけども、だから自分には説明できないけれども、うん、なんか知らんけど共通するところがあるように、なるほど、ね、自分では思ってるんですよ。なるほどね、まあ、つまりそういう、まあ、高橋先生っていうね、アート演奏者の方が、はい、まあ、こちらにいらっしゃった時に、はい、そういう感じ覚を持ったわけですね、はい、同じようなね、こう感覚をね、自分と同じようにそういうことをやってらっしゃる方だなっていう考えたと。だから自分もね、何かあった時にやっぱり神に手を合わすし、ね、うん、必然的にそうなるじゃないですか。そうですね、だから何でもこう説明できるっていうもんじゃない、うん、説明のできないものってやっぱり人間あるじゃないですか。まあ そこのところのそういうような方なのかなーっていうの、今もまだよくわからない、それでもなんかね、こう、はい、うん、ね、分かってもらえるかなーっていう、ね、そういう、ね、うん、気持ちを持ったわけですね。なるほど。で、一昨年会われてね、はい、そして、まあ、アート10っていうものについて、はい、まあ、説明を受けて、で、どう説明受けたんですよね。説明受けてるけどよく分からない。よく分からない。よく分からないけど、よく分からない。でもね、でもやってるよと、自分のやってることは間違いでないなっていうのは、うん、なんか、うん、フォローしてくださるってるように私は思ってんだけど、いや、でも実際にやってみたわけですよね、そのアート10をね、その杭っていうんですか、この、あ、それは言われる通り、言われる、どこにやったんですか、どこにやったんですか、あの隅、あの牧草地の、はい、牧草地の隅に置いたと、建物、ね、畜舎とかね、うん、はい、に置かれたのが一昨年の何月頃ですか。違う、去年です、ね、あ、去年何月頃、はい、去年のあれ7月ぐらいに、はい、入れたんですか。なるほど、入れてですね、はい、そのなんか変化感じました。いや、なんか、うん、特に変化、変わったことは悪くはないですよね。いい方には進展しますよね。あ、いい方に進展してるっていう感じがありますか。感じがあります。どんな風にいい方に進展してるんですか。
やっぱりより美味しいよねっていうのは、前より美味しくなったっていう声があるんですか？いや、感じがする。あ、自分自身が。あ、なんか前より、前よりなんか美味しくなってきたなって感じがするわけですね。感じはしますよね。ご自身でね。なんとなく。なんとなくね。そう。いや、前から美味しかったのはあるでしょ？分かってます。でも、それよりもっと美味しいかなっていう、感じがある。気持ちはね。感じがあるわけね。筋では表せないけど。筋ではね。うん。それは、やっぱり一つは、だしには縁遠いと思ってた、突然、ね、伊勢神宮のああいう、ね、ことが突然ね、そう、それなんかなんでって、なんでなんかなんか知らないけどそういうことが起きた、そう、起きた、不思議なことにと、ね、うん、で起きたことよりね、私はあのね、あの豊受けの神、うん、とか、あのなんて言ったらいいよ、心を表された、現れたでいいのか、うん、その感覚がね、やっぱり相手行ったんですか、賞をもらうことよりも、伊勢神宮に行ったの、行ったの、いつ頃呼ばれたんですか、12月の去年の12月7日8日に呼ばれて、伊勢神宮でお宅の牛乳使うから、いや、使うな、奉納するじゃなくて、まあ、一応言葉で言うと、あの、要するに功労賞の農業功労賞っていうことですよね。正直なものづくり賞、あ、そういうの伊勢神宮が認定してて、それに選ばれた、いや、どうなんだろう、そこへも今ちょっと分かんない、誰かが伊勢神宮に寄り込んでじゃないんですか、関係者が。そんなことない。豊受けの神というのは、天照大神様にお食事を差し上げるという、そういう神様なんですね。それも高橋先生から教えてもらった。ああ、それ知らないでたんですね。なるほどね。行くときに教えてくださったの。それで伊勢神宮って知らなかった。じゃあで行ったらなんかすごい心洗われるような気持ちになった。そう、ね、やっぱり普通の人は行けるところとはちょっと違う。違うところまでやっぱりあの案内してもらったんですよ。なるほどね。するとね、なんていうかね。うん。うん。なんとも表現できないね、あのものがあるんですよね、うん、そうですか。それとやっぱり自分がこうやってやってることのやっぱり使命感みたいなもの、なるほど、なるほど、にすごい駆られましたね。だから今まではだから先ほど言って孤独っていうものがあるじゃないですか、なんぼ自分ではいいと思っても分かってもらえない、説明するには長くもうね説明するとね難しい、うん、だそういうのがなんかやっぱり、あ、これでいいんだっていうようなことを導いてくれたのはアート展になるかもしれない、そんな気がするってことですね。そういう気がしますよね。それと、まあ、年明けてから3月に上がってね、あのフーデックス、まあ、たまたまあれ、うん、東京でフーデックスっていうのが毎年やってるんですか、あれ毎年やってるでしょ。ただ牛乳は第1回ですよ。牛乳の品評会第1回フーデックスの初めてが今年の3月に行われて、ここで出さなきゃ、うん、ねえ、ね、っていう気持ちでね、そうですね、うん、何社ぐらいが出したんですか、何品ぐらい出されたんですか。まずあの書類選考、あ、書類選考があって、うん、最終その審査を受けるのは48社、あ、48品っていうことかな。へえ、そこで最高金賞を受賞されたわけですね。ね、いただきまして、おめでとうございます。いやいや、ありがとうございます。ねえ、牛乳の質の部でね、素晴らしいですね、質の部分だと思います。はあ、じゃあ我々日本一の牛乳を今日飲めたわけですね。ありがとうございます、美味しかったです。なるほど、まあそういう意味ではなんかね、非常に比較的な話ですけども、まあ運が向いてきたというかね、そんな感じがしますよね、今話を聞くとね。孤独じゃないから、みんな仲間がいるから、もう、いや、そういうの嬉しいですよね。もうだから先ほどおっしゃったじゃないですか、そういう木村明憲さんがそうなったって、うん、でも、うん、私はやっぱり孤独になった時にそうなんですね。あ、うん、あ、そういう時やっぱり死にたくなる気持ち、気持ちになる、うん、あのそれはね、私40で、あのそういう農業の組織のトップをやらされたんですよ。お、どこの、ここら辺のおこっぺの、そうそうそう、お、そう、あの獣医さんとか、ね、の組織の組合長を突然やらざるを得なくなったんです、うん、そうするときにね、うん、まあ、職員が60人いるよね、うん、でそのバックには何百人っていう農家、酪農家がいますよね、はい、その
トップなんですから。考えてみたら、自分の、ね、そのやり方でその人たちに採用されるわけでしょ。運命がね、人生がね。そうでしょ、うん、それで職員は職員でね、いろんな組合作ったり、何だいかんだい、あるじゃないですか。で、国には半分国からお金出てるから、ああだとかこうとかって言うじゃないですか。その時にやっぱりね、もうなんていうかな、一人で、中華、最後は一人ですよね。自分がこう、意見を言ったり、こう、みんなの前に前面に立たなくちゃいけないじゃないですか。でも、振り返ると、やっぱり自分、孤独なんですね。誰も、その最終的には自分で判断するんですよね。そういう孤独になった時に、自分っていうのは本当は農業っていうのは、こう、あるじゃないですか。はいはいはい、その農業に対して、その人は、なんていうかな、そういう、こう、見方っていうのはね、なんか、その、違う人みたいに言われるけども、そういう立場になった時には、巷のことが見えなくなるわけですよ。本当に一人になっちゃう。だからその孤独っていうのに、やっぱりこう、ちょっと、まあそういう時にそっと支えてくれる、なんかね、いろいろ、なんかちょっと言葉で言えないけど、そういう人でもいればいいけども、ね、その時にはやっぱりちょっと、死にたいなっていう感じ、ちょっと疲れましたね。なるほどね。でもね、その時悟ったんですよ。それがまた、まあ今あるんだけどね。でも、そのカードって一度きりですよね。そうですね。で、その時に悟ったのは、でも待てよと。このカードをもうちょっとね、もうちょっと置いといてもいいんじゃないか、もっといろんなことをね、やってみて、それでどうしてもダメだったら、そのカードを切ればいいじゃないか。なるほど。で、その時に、また出会いがあるんですよ。あのパイプを加えた、あの、スティールじゃないですか、もうなくなってる。パイプを加えた人？評論家。竹村健一。竹村健一はね、もういろんな本書いてるんですよ。ちょうど500冊目ぐらいに、あの、好きなことをやれ、嫌なことはするなっていう本に、特上人生っていう本があるんですよ。もうその本が欲しくてね、その特上の人生っていうのは何かって言ったら、今自分がやりたいと思うことをやらないでね、その後悔をする人生はすんな、いいこと言うね。石橋をたたくけども、その時にやりたいと思ったら自分こう、やれと、死ぬ時にね、あの時やっとけばよかった、こうしとけばよかったって、こういう後悔のする人生でない方がいいっていうのが特上人生、今が自分が最高の人生だっていうのは、その言葉なんですよ。私その言葉にすっごい感動してね、そうだと、自分は失敗とかそんなことを恐れることより、一番やりたいことを今やらなかったら、後で後悔するっていうことはしたくない。だから私はその時が一番だって思って、そしてまあちょうどその頃にこういったことを、ものづくりとか、そういうことを自分でやりたいことをやった決断がその本だ。それがあったから、やっぱりその無農薬無化学肥料の牧草なんかも、それはその前からやってきたんだけどね。それでやっぱり究極そのものをやりたい。究極？究極っていうか、そのものでものを作りたい。なんでかというと、牛乳をね、工場に出荷すると、こだわりとか、それはそのパルクの車に乗っかった段階で、こだわり消えちゃうんですよ。そうです。意味ないですよね。そう。本当意味ないですよね。虚しいよね。虚しいですよね。超虚しいですよね。だからこれを製品にして、やっぱり違いを形にした、そういうふうにやろうって決めたのは、やっぱりその特上人生を読んだ、それがあと背中を押してもらえた。なるほどね。でもそれやっぱりやんなかったら、何のためにやってるのか分かんないですよね。混ぜられちゃったらね、なんかね、まあ混ぜられちゃったらしょうがないんだけどね。なるほどなるほど、分かりました、ありがとうございます。